おはようございます。今日もね、家から撮影をしておりまして、今日作るのはね、あの TKM でございます。まあね、ご存知じゃない方もいらっしゃるかと思うんですけど、僕のね動画とかでよく出しているゴールデンタイガーさんの看板メニューである TKM を作りたいと思って準備をしております。でね、今回こちら田中農場さんの生卵ですね。一応これがね、あのゴールデンタイガーさんのお店の方で使っている実際の生卵と一緒なんですよ。なんでね、ちょっとネットの方でこれを購入しまして、プラスこれでーん、先日ね、ゴルダイさんに撮影をしに行った際に実際に使っている麺を2キロいただきましたので、まあ、こちらをね使ってゴールデンタイガーさんの TKM を再現したいと思います。まあ一応ね、お店で使っている実際の返しとかとはちょっと異なるんで、味とかは違うと思います。なんでアレンジなんかをちょっとね加えていきながら作っていきたいと思います。じゃあまずはね、この2キロの麺を早速茹でていきたいと思います。そしたら今麺の方が茹で上がりましたんで、こいつにね持っていこうと思います。ということでね、こんな感じで今完成しましたんで、早速ね向こうの方で食べていきたいと思います。はい、ということでね、今こんな感じで完成しました。まあとりあえず麺類なんでね、伸びる前に早速いただきましょうか。いただきます。とりあえず一回混ぜた方がいいな。混ぜるか。ちょ、混ぜそばなんでね、うまそう。わざわね、レンゲ持ってくる。箸だけだとまずレンゲちっちゃよいしょ。うわ、まあ、ちょっとね盛り付け方は全然違うし、味付けもね、今回オリーブオイルとバジルとか、あとこれもトマトとかもね添えてるから、ちょっとね本店とは違うとは思うんですけど、やっぱりね卵が最強なんですよ。見てこの色、すごない？めっちゃ美味しそう。よいしょよいしょ、じゃあ早速食べようかな。よいしょ。うまっ。うん、もちろん茹で加減とかね全然本店とはきっと違うと思うから、ちょっとね、まあ、正直な話、物的にね僕の技術不足で劣化してる部分はあるけど、やっぱりねもともと素材が美味しいからね、これめちゃめちゃうまいよ。うん、
箸がダメだ。ちょっと味が薄いから醤油を加えます。いいよと。本物とは違うけどね、ご家庭でも結構簡単に作れると思うんですよね。これつけ麺系のさ、スーパーで売ってる麺とか、あとは卵かけてね食べるだけなんで、あとちょっとその油系、僕はオリーブオイル使いましたけど、垂らした方がね良くなるとは思うんですけど、あとご家庭によってはその鰹節かけたりとか、まあ、元々お店にもね、あの鰹節とレモン味の2種類があるんで、まあ、いろんなね自分の好きなアレンジ加えて作ってみるのもいいんじゃないでしょうか。うん、うまっ。まあ、火力も弱いのあるからあれだけど、やっぱりねどんだけ混ぜてもこうやってダマはできちゃうね。さすが2キロはねご家庭じゃ茹でらんないよ一発じゃ。うん、茹で加減もだいぶムラできちゃってんな。うん、実はねまだ卵ありまして、追加でね投入していこうかと。よいしょ。今ね、卵を追加で10個、合計20個ですね入れました。タレもね、その分追加してと。やば、ほんとね、ここの田中さんのね、卵が絶品なんだよね。黄身が濃くて、いいよ、うわすげえ。これだけダクダクの方がうまそう。よいしょ。うん、ご家庭で作るときもね、気持ち卵多めでちょっとね麺が泳ぐぐらいの方がね美味しいと思う。TKG 作った時にね、僕が一番好きだったトッピングの岩海苔なんですけど、これちょっと入れてみよう。まあ、この量だったら全部でいっか。うまそう。はい、うんうんうん、すごい。僕の味付けはね今簡単に作ってあったんで、ちょっとこうやって香りがプラスされるとねさらにうまいね。うん、やっぱり納豆とわさびもちょっとやんなきゃなと思って今持ってきました。まずわさびからかな。いいよ。TKG にわさび入れた時よりも好きかもしれない。うん、納豆も。ここもううまそう。見てこれ。うん、間違いないよ、卵と納豆だもん。そのまんま入れたトマト忘れてた。うん、合間にぴったりだね。うん、今ね麺の方あらかた食べ終わりました。でも卵がねものすごい余ってるんで、最後はね定番の締めをしていきたいと思います。ということで、お米ですね入れてきました。あとは残った納豆をかけてね。追加でお醤油と。よし、じゃあ締めていきますか。よいしょよいしょ、締めご飯。
うめえ。やっぱりなんかね、余ってる卵見るとしたくなっちゃうよね。でもご飯入れすぎた。お腹がいっぱい。お腹いっぱいになりました。ごちそうさまです。憧れのティーゲーム、やっと自宅でできました。まあ、今回ね、お店と同じ麺と卵を使って調理したんですけど、やっぱりね、美味しいけど全然違かった。お店ってすごいなって改めて思いました。でも自宅でするには十分美味しいと思います。料理自体もお手軽に作れるんで、ぜひね、ご自宅でお試ししてはいかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあねー。